サッソ・マルコーニは、イタリア共和国エミリア・ロマーニャ州ボローニャ県にある、人口約1万5千人の基礎自治体。コムーネの名称は、この地で暮らしていた、無線電信の開発者、グリエルモ・マルコーニにちなむ。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。サッソは、岩を意味する。この地域には、特徴的な先進予の岩石地形があり、サッソ・デラ・グラセナと呼ばれている。 20世紀初頭までこのコムーネは、プロデューロ、イーサッソや、サッソボロネーゼといった名で呼ばれていたが、この地で暮らしていたグリエルモ・マルコーニを記念し、1938年に、サッソ・マルコーニに改められた。ボローニャ県中部に位置するコムーネで、県とボローニャの南西約17キロメートルに位置する。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、 サッソマルコーニの中心集落は例の川左岸に位置する。集落の南で例の川に接った川が右岸から交流する。20世紀初頭までこのコムーネはプロデューロ・イーサッソと呼ばれていた。1935年、直居によりサッソボロネーゼに改められた。1938年、グリエルモマルコーニを記念し、サッソマルコーニと改称した。 サさマルコ公ニには以下の分離集落がある。公益行政組織である山岳部共同体コムニタ、モンタナチンクエバリバラングネッセに加わっている。姉妹都市としてコムーネ公式サイトでは以下の3自治体を挙げている。ありがとうございます。